水処理。水処理。水処理。英語。ウォータートリートメントとは、水を、使用目的に合わせた水質にするための、または、周辺環境に影響を与えないよう排出するための、各種の処理。特定の最終用途に対して、水の許容度を高めるために水質を改善するプロセス。最終用途は、陰用、工業用水供給管外、河川流の維持。 水の娯楽、または安全に環境に戻されることを含む、他の多くのようで、汚染物質及び望ましくない成分を除去する、または濃度を下げて、水がその処望の最終用途に適するようにすること。地球上の水の総量は約14億キロメートルで、海水が97.5%、淡水は2.5%である。継続的に利用できる淡水の水量は、 さらに少なく、約10万キロメートルに過ぎず、淡水は地域的にも偏って存在している。水不足への対策としては、需要面では節水、及び節水技術があるが、供給面では、下排水の再利用や、海水の淡水化などの水処理技術が挙げられる。水処理技術は次のような用途に用いられる。水処理の方法は、物理科学的処理。 汚膜物質の大きさ、比重、科学的特性で分離と生物的処理、微生物の吸収、分解作用を利用に大別される。水処理施設では各種の技術を組み合わせた処理プロセスが構築されている。適切な水質に処理されているか確認するため、各種分析が必要である。イオン濃度有機物有害有機化合物銃、金属類、 初期の水処理方法には、現在も利用される砂ろ過及び塩素化があり、ジョンギブというスコットランドのペイズリーにある漂白剤、製造者が実験用のフィルターを設置していたが、不要な余剰分を公衆に売ったというのが給水を浄化する砂フィルター最初の使用記録で、1804年まで遡る。この方法は、その後20年間で洗練され、1829年に、 ロンドンのチェルジーウォーターワックスカンパニーによって設置された世界最初に処理された公共用水供給で頂点に達した。飲料水製造のための処理は健康への悪影響の短期的または長期的リスクなしに人間の消費に十分に純粋な水を製造するために減水から汚染物質を除去することを含む飲料水処理の過程で除去される物質には 浮遊固形物、バクテリア、藻類、ウイルス、心筋そして鉄や、マンガンなどのミネラルが含まれる。汚染物質の除去に関与するプロセスには、沈降やろ過などの物理的プロセスや、消毒や、凝固などの科学的プロセス及び低速さ廊下などの生物学的プロセスが含まれる。水質を確保するために取られる対策は、水の処理だけでなく、 処理後の水の運搬と分配にも関連し、それ古流通中に細菌学的汚染を殺すために処理済みの水中に残留消毒剤を保持することが一般的なり方である。世界保健機関、風のガイドラインは、より良い地域標準が適用されていない場合に適用することを目的とした一般的基準で、より厳しい基準はヨーロッパ。 アメリカそして他のほとんどの先進国に適用されている。飲料水の品質要件について世界中で続いている。水道水、または他の用途のために家庭用資産に供給される水は使用前に多くの場合インライン処理プロセスを使用してさらに処理することができ、そのような処理は軟水化またはイオン交換を含みる。多くの専有システムはまた 残留消毒剤及び重金属イオンを除去すると主張。以下のプロセスから選択された組み合わせが世界中の都市飲料水処理に使用されている。飲料水やその他の用途のための技術は十分に開発されており、一般的な設計が利用可能であり、そこから特定の水源水での予備試験のための処理プロセスを選択することができる。 さらに多くの民間企業が特定の汚染物質の処理のために特許取得済みの技術的ソリューションを提供。水の自動化と排水処理は先進国では一般的で季節、規模、環境への影響による水源の水質は資本コストと運用コストを左右する。処理された水の最終使用は必要な品質監視技術を決定し、そして現地で 利用可能な技術は一般に採用される自動化のベルを決定する。排水処理は、排水、または下水から大部分の汚染物質を除去し、自然環境への処理に適した排水とスラジ療法を生成するプロセスで、生物学的プロセスを排水の処理に使用することができ、これらのプロセスは例えばバッキラグーン、活性汚泥、またはスローサンドフィルターを含み、 効果的であるためには、下水は適切なパイプとインフラによって処理場に運ばれなければならず、プロセス自体は規制と管理の対象でなければならない。一部の排水では異なる特殊な処理方法が必要になる場合があり、最も単純なレベルでは下水を呼びない部分の排水の処理は通常人口によって体から固体を分離することによって行われ、溶解した物質を次第に固形物、 通常は、生物学的フロックに変換し、ついでこれを沈降させることにより、純度が増加する、流出流が生成される。排水処理と飲料水処理の両方を組み合わせた、注目すべき例は、シンガポールのニューウォーターである。ニューウォーターは、シンガポールで実践されている技術で、排水を飲料水に変換。より具体的には、従来の水処理プロセスに加えて二重膜。 精密露化及び逆浸透による及び紫外線技術を使用して生成された処理済み排水、下水である。水は飲用に適しており、人間によって消費されるが、高純度の水を必要とする産業で主に使用され、植物での総容量は約7 5 7七百メートル、日、このうち約6%は間接的な飲用にされており、 シンガポールの飲用水所容量の14メートル S の約1%に相当。残りは、ウェハ製造工場や他の品料の産業への応用ウッドランズ、タンピネス、パシルリ,リス及びアンモキオで活用されている。工業用水処理の2つの主なプロセスは、ボイラー水処理と冷却水処理で、大量の適切な水処理は、配管及びボイラーハウジング内で、 固形物とバクテリアの反応を引き起こす可能性があり、未処理のままにしておくと、蒸気ボイラーはスケールや腐食の影響を受ける可能性がある。スケール付着物は弱くて危険な機械をもたらす可能性があるが、熱抵抗の上昇のために、同じレベルの水を加熱するために、追加の燃料が必要とされる。低品質の汚れた水は、レジオネラ属菌などのバクテリアの繁殖地となり、 公衆衛生に危険をもたらします。適切な処理を行えば、かなりの割合の産業用敷地内排水が再利用可能になるかもしれなく、これは3つの方法でお金を節約することができます。より少ない水の消費のためのより低い料金、排出されるより少ない量の排水のためのより低い料金及びリサイクルされた排水の熱の回収によるより低いエネルギーコストである。 低圧ボイラーの腐食は、溶存酸素、酸性度及び過度のアルカリ度によって引き起こされる可能性があり、従って水処理は、溶存酸素を除去し、ボイラー水を適切な pH とアルカリ度レベルにいじる必要がある。効果的な水処理がないと冷却水系は、スケールの形成、腐食及び付着物の影響を受ける可能性があり、有害な細菌の繁殖地となる可能性がある。 これは効率を低下させ、プラントの寿命を縮めそして操作を信頼できずそして危険にさらす。水の清掃は、水泳、シュノーケリング、スキューバダイビング、釣りなど、あらゆるレクリエーション目的のための水の透明度を目的水域まで清掃することである。塩水を処理して、新鮮な水を得ることができるが二つの主な方法、すなわち逆浸透、または、 上流がありどちらの方法も地表水の水処理よりも多くのエネルギーを必要とし通常は沿岸地域や地下水などの水の塩分濃度が高い場所でのみ活用されている飲料水の供給源から離れて暮らすには携帯型の水処理プロセスが必要になるがこれらはハイカーの水筒に消毒剤の錠剤を単純に添加することからボートや 飛行機で被災地まで運ばれる複雑な高いプロセスまで複雑さが異なるものがある。シリコンウェーハの製造、宇宙技術及び多くの高品質や金プロセスなどのいくつかの産業では超純水が必要で、そのような水の製造は典型的には多くの段階を含み、そして逆浸透、イオン交換及び固体鈴装置を用いるいくつかの上流段階を経ている。 水処理における適正技術の選択肢には、コミュニティ規模と家庭規模の両方のポー、ポイントオブユーズの使用、または自給自足設計が含まれるが、そのような設計は、太陽水消毒酸化の存在を介して間接に、主に太陽スペクトルの UV 成分により、直接有害な水性微生物を不活性化するために、太陽照射を用いる方法、または触媒、 典型的にサポートされている地をその中にアナターゼ型または、ルチリフェズが可能。水処理進歩にもかかわらず、ソディスの技術などの軍事余剰水処理ユニット、アードレイターは、まだ頻繁に発展途上国で活用されている。新しいミリタリースタイルの逆進登上水ユニット、ロープーは、持ち運び可能で、自己完結型の逆進登幕浄水は、公共で活用できるようになっている。 水系疾患の減少を持続させるために、研究開発グループが途上国で開始する水処理プログラムはそれらの国の市民によって持続可能でなければならない。これは多くの場所が離れているために監視が困難であるためで、こうして研究チームの退任後にも効率的プログラムが確実に実施されることが可能となる。水処理プランとはエネルギーを大量に消費する。 可能性があり、カリフォルニアでは、州の電力消費量の4%以上が中程度の品質の水を長距離輸送し、その水を処理し下水を高水準で処理することに割れているが、消費地点まで重力で流れる高品質の水源があり、重力システムを使用して下水の流れと処理を行うことができる場所では、コストははるかに低くなる。エネルギー要件の多くはポンピングにあり、 ポンピングの必要性を回避する方法は、全体的に低いエネルギー需要を有する傾向がある。再流化フィルタスローサンドフィルタ重力水路など、エネルギー要件が非常に低い水処理技術の導入である。安全な飲料水法では、米国環境保護庁、EPA が公共水道システム、人間が消費するための水を少なくとも25人に、 年間60日間給水する事業体の飲料水品質基準を設定することが義務付けられてる。企画の施行は主に州の保健機関によって行われており州は連邦基準よりも厳しい基準を設定することがある。EPA は微生物、消毒剤、消毒複製生物、無機化学物質、有機化学物質、 放射性各種の6つのグループに分類された90を超える汚染物質の基準を設定している。EPA はまた、規制を必要とする可能性のある規制されていない汚染物質を識別してリストしているが、汚染候補リストは5年ごとに公表されており、EPA は少なくとも5つ以上のリストされた汚染を規制するかどうかを決定することを要求されている。 地元の飲料水事業者は、飲料水種再生基金を通じて、施設の改善を行うために低金利の融資を申請することができる。EPA と州の環境機関は、浄水法の下で、排水基準を設定している。健康源は、国立汚染物質排出除去システム、ムップ図を介して、表面排水許可を得なければならず、ポイント源には、産業施設、自治体、 下水処理場及び雨水管システム、軍事基地などの他の政府施設及び動物飼育場などの農業施設が含まれている。EPA は基本的な国内排水基準を設定している。これらの基準は許可に組み込まれており、許可にはケースバイケースで開発された追加の治療要件が含まれる場合がある。うんぷず許可は5年ごとに更新する必要がある。 EPA は四十六の州機関に、んプズ許可の発行と執行を許可し、EPA 地域事務所はその国の他の地域に対する許可を発行。地下水への排水は、安全な飲料水法の下で、地下注入管理プログラムによって規制されている。下水処理施設の改善のための財政的援助は、低利融資プログラムである、クリーンウォーターステートリボルビングファンドを通じて州、及び、 地方自治体も利用可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。